鶴井は一旦下がって5番手です。4番手は7番の柳原になっています。さあ残り600の鐘、6番の小山が先行体制取っていくか、5番手まだじっくり様子を見ている1番の鶴井、4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。さあ6番の小山はまだゆっくりとしたペースで後ろの様子を伺っています。1番の鶴井も5番手浮かないが、さあそろそろ上がっていこうというところか。これを見て6番の小山がペースを上げる。1番の鶴井はまだ5番手縦1列でバックストレッチ。さあ6番の小山逃げていくが、5番手から1番の鶴井がまくっていった。4番手3番手、2番手あたりまで迫ってくる。6番の小山も懸命にペースを上げる。4コーナーから直線、6番の小山が先頭だ。2番手は3番の小針、外からは4番の栗田、6番の小山か、ゴールイン。6番の小山逃げ切りました。